ゴルフで打ちっぱなしを数回行ったことある。でもラウンドしたことあるの？ラウンドも1回ある、オーストラリアの時。あ、オーストラリア、はい、オーストラリアで。でもその時も初めて行った。どうだったんですか？120ぐらい。結構良くないですかそれ？初めてで。初めてで。センスのね。何何何何何。で今日化けの顔が剥がれてる。そうやってやったことない人でも少ない人でも聞かれるんですけどね。助かりますね。厚着にもありますよっていうの。歩かなくて済むと、ね、そして後ろを気にしなくていい。はい、それ最高だよね。僕なんかね、初心者とかだったらやっぱそういうところも考えるよね。間違いない。プレッシャー受けるから、確かに確かに、っていうのがいいよね。ゆうきさん、はい、今日ゴルフなんですけど、普段やられてるんですか？年に1回打ちっぱなしを、コースを、コースを回るという、はい、まずあの私多分練習量が圧倒的に少ないんで、はい、1年に1回そのコースに行くときにの前日とかに打ちっぱなしに行って練習するぐらいなので、はい、ちょっとこう頻繁に練習に行きたいなっていう気持ちがあったんですけど、うん、でもやっぱりコースに出ないと上手くならない。じゃあ今日これ体験されるのはもうコースプラス練習もできる、うん、っていうことで、このシミュレーション、シミュレーターっていうんですか、それを使ってコースを回りながら練習ができるという一石二鳥な体験を。パーフェクトな場所です。そうですよね、年に1回しかやらないので、こういう場所があるってことはもうゆうきさんのためにあるような。そう、これはもう私のためにできたようなもん。そうですね、なわけあるかい。あ、なわけない。でもかと、ね、年に1回なのでやっぱこういうところで手軽にできるっていうのはいいですよね。もういいからやろ。やりましょう。やりましょう。じゃあお願いします。お願いします。はい、こちらはですね、練習コースが複数あって、傾斜練習だったりハーフスイング練習だったりといろいろ実践でやることができます。で、こちらのフィールド練習は実際の、あるラウンド上でバーチャルラウンドができるという感じで体験ができるので、うん、練習をした後に実践をすると、どのぐらいの上達とか確認できます。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらさん、ちょっと20ヤードやってみて。見本です。見本で20ヤード。すげえ。ブロックの中に置くと勝手に反応するんですよ。おお。結構やってるとですね、褒められるんで、自然にこうモチベーションが上がってくるそんな感じです。はい、あえて気の触れる。右に行った。これ全部同じとこからずっと打ってた。そうですね。すごい、すごい上手ですね。さすがですね。うわ、すげえ。7番ですよね。7番です。7番で169。めっちゃ飛びますよ。さすがアスリート。まだ練習なんで。練習で打ってても、うん、あ、もうだいぶもう見て覚えた感じ。もう覚えましたね。見てるよ。いいよ。よっしゃに。おお。すごい。初めてですよね。やべえ。おお。すごいとこ行った。すごいとこ行きましたね。おお。今のいい。これは8分の1のスローモーションで今。すごい。へえ。スロー。スロー面白い。うん、あ、ちゃんと顔残ってた。こうやって。で、だんだんだらだらだら、これ、上から入ってると、スライスになりやすいとか、あとはこういうところですね、顔が動いてるかどうかっていうのをやったりするんですね。で、あとは、これ、一番記憶多くやってるのは、これ、やっぱり記憶的っていうのが、大体皆さん、一番最初は、もしも外から入っちゃったりするんで、そこを選んで。
外から入るのかっていうのを実際にご自身の方を見ていただきながら説明してて、そういうふうにしていきましょうということで、ご教授っていうような教授です。ホームチェックがすぐできるのいいね。それは本当に。どう？なかなか難しい。全然わかんない。1年前はさ、ガニ股で結構いけたんだけど、覚えたの。それ忘れちゃったよ、なんか。体が変わってるんだよ。じゃあ変えていこっか。うん。バーン。何も飛んでない。おお。いいじゃん。はい。これから実践練習。ルーリー。はい。こっちだよ。どっちですか？こっち。セキュリすぎ。すげえ、コンビニや。フェアウェイ。フェアウェイ。130ヤード。よかったね。よかったけど、ちょっと取れてないんです。え、取れてないの？なんでフェアウェイ。フェアウェイ。バンカーもう軽く。あ、うまい。それうまい。いや、ココイチへ来た。おお。まっすぐだよ、まっすぐ。あ、もう超寄ったってこと？トリプルボギー。トリプルボギーで。そこか。わお。いや、飛びすぎ。飛びすぎ。オビー。オビー。全然距離見てなかった。ちょっと。射程距離だって207ヤードだもん。隠れて。超えないか？オッケー。全然違う。はい。メインのところと、メインじゃないところの位置から。どこですか、メイン？あの、メインのナンバー。レールがある、レールとか。あ、フェアウェイ。あ、全然違う。フェアウェイ。フェアウェイ。出たの？おおおお、ほら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 、おお、ナイスタッチ。すごい。なるほど。岩田拓也が挑みます。これどんくらい？結構動いちゃってるけど。あ、でも俺思いっきり打ってもそんな止まらないから120ぐらい。いいよ、いい音、いい音。やばい。いい音したけど。跳ね返れ。金に当たって跳ね返れ。跳ね返ってそっちじゃない。おー、オービーです。そっちに跳ね返ってダメだよ。ナイスオービー。これ何？もう一回ってこと？もう一回。うわ、オービーかよ。さあ、また。いや、でもいいんじゃないですか、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。だって戻ってこい、今度は。ギリギリセーフ。ギリギリセーフだけど、もう木が邪魔じゃん。おー、オッケー、セーフ。うん、フェアウェイにいるのが大事だよ。おー、ラッシュ。すごいすごいすごい、ラッシュ。86。おー、うまい。多分なんか打ちすぎたらそうなるんだ。打ちすぎたらそうなる。むずい。練習が必要だ、俺には。ゴルフのモチベーション上がってきた。上がってきた。やりたいね。もうすぐやろう。
日々練習、練習あるのみ。まずクラブ買おう。そうしましょう、そうしましょう、クラブ買おう。安くね、まずは初心者だから連れてってくださいね。あ、短いの、ちょっともこもこしてるけど難しいけど。さあ、岩田拓也、決める時は決める男だ。私たち、ほら、おお、カランセン出てきた。カランコロンだ。カランコロンのカランセン出てきた。霊源の鬼太郎。やっとまっすぐ、まっすぐ、まっすぐだよ。こんぐらい。うわー、もっとチャンス、チャンスある。カランコロンからある。もうちょこっとだぞ。こんぐらい。イエーイ、初の、持ってきた。初のカランコロン出ました。カランコロン、ありがとうございます。やっと進化が問われました、僕の。あざっす。問われました。問われた。どういうこと。どういうこと。こっちが聞きたい。進化が、進化が発揮され た, 発揮された。そう、進化が発揮された。俺のあざっす。英語しか。どうだった。嫌だから打って、うん、すぐ自分の何スイングの映像を見て、もし本当にここにレッスンプロをつけてたら、なんかもっとこうした方がいい、ああした方がいいっていうのを事細かに教えてくれるって考えたら、普通のさ、打ちっぱなしに行ってやるで2時間の練習と、なんかここでやる1時間とかも全然多分質が、ね、違うのかなって思う。全然違うよ。だって打ちっぱだとさ、なんか狙うとかなくない、あんまり。ないね、ただ打ってるだけじゃん。打ってるだけで、右行った左行った。確かまさっきの社長、社長さん言ってたけど、ここでだからスイングの方にフォーカスできるっていうのはすごい。そう、上達のスピードは多分間違いなく上がるよね、これね。早いと思う。すぐに見れるんだもん。細部まで見れるのはいいね。でかいね。で、その中で実践的なこともできるっていうのは、ね、確かに非常に。あと、いろんなコース回れるの。そうね、楽しいね。それはね、楽しい。うん、そうね。いや、楽しかったです。楽しかった。はい、じゃあね、厚木に住んでる方々、厚木に住んでなくてもいいからね。すごいいいから。ゴルフ好きの方にぜひ使ってほしいですね、うん、初心者でも楽しめます。楽しめますね。じゃあこんな初心者でも楽しめます。じゃあ次回。ウフスクエア&スパックまで、あありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。切りますか。切りますか。サッカーやってみます。はい、ありがとうございます。また早いよ、カーブなんて。デシャバルな。おお、いいよ、いいよ、いいよ、いいんじゃない。これはこれ、もう一回これ